さあゆっくりとボールを回します。島田、島田から前線に、これは通りません。さあバティが持ちます。バティストゥータ、そしてルイコスタ、これはプレー。さあバティゴールが見られた。ディフェンダーに当たりました。強烈なバティストゥータの右足、あの横から見てますとボールがうなりを上げてドロップしてきますから ね、ドライブがかかります。さあスクリーニャ、中央プロタソフ、その前に山口がボールを持っていきます。山口からスクリーニャには通りません。先ほどのバティストゥータのシュートですね、はい、ディフェンダーに当たりましたがね、はい、あれでもですね、はい、ダイレクトでやっぱ打ってるんですね。持ち替えないですよね、やっぱりそのままですよね、はい、さあ山口通りますかどうか。山口中央からプロタソフ、遠い位置から木場、ファールがありました。山口のファールです。前半の25分を経過しています。前半1分にスクリーニャのヘディングシュート決まりました。そして前半22分、テレスコの鮮やかな右足ボレーシュート決まって、現在1対1の同点です。中央でボールを持ちますファブリツィオ・ディマウロ、センターサークル付近で島田にファールがありました。倒されたのはルイコスタ。さあこちら側アンドレア・ソッティル、前回のエスパルス戦はゲームに出ていませんでしたが、またルイコスタが倒されています。今島田と、はい、あの橋本がですね、マークを変えましてね、変えましたね、はい、バティに橋本がついて、ルイコスタにあのそうですね変えたんですよね、はい、さあバティス・トゥータからルイコスタ右に送ります。メザノッティから中央に、これは正確さを欠いているが、まだボールが生きているか。スクリーニャが追っていきます。向こう側このスクリーニャにニコーリが絡んでいきます。この3番がピエール・ルイジ・ニコーリ、29歳ベテランのサイドバックです。ちょっとスクリーニャが腰のあたりを押さえています。大きなボール、ヘッドの競り合い、6番のマルシ、ディフェンスラインのリーダーです。さあそして7番のテレスコから向こう側3番のニコーリ、ニコーリ縦に送りました。さあ中央からバティストゥータ、通るかどうか。遠い位置からはジュンタであります。ルイコスタまだ持っている、2人がかり、あー取りました、はい、いいカバーだったですよね。そうですね、2人がかり、ルイコスタボールを奪われています。北村一旦後ろにはたいた、そして松田からキーパー本並、ボールを持たせたら本当にエレガントなこのマヌエル・ルイコスタであります。まあこれがあと2年後ぐらい、本当にこう選手の旬って言いましょうかね、ピークを迎えると思うんですが、これは危ないぞ、危ない、ボールを奪われた、これは危ない、決定的だ、バティに送って、バティがミス、バティストゥータがイージーミス、世界のスーパースターがなんということでしょう。今のはね、今のはまあ、テレスコ行けたんですよね、自分でね、はい、これパスもらうとオフサイドなんでちょっと下がったんですよ ね、バティが下がりましたよね、もう一つ持ってですね、はい、キーパーのところ行ってから出してくるというふうにバティが考えたんですよね、それがちょっとタイミング早かったですからね、はい、ちょっと予想してないところに来たためにコントロールをミスしましたよね、はい、そうですね、しかも島田がね、はい、追いかけてきてましたんでね、バティがあるいはイージーゴールを奪うかと思ったんでありますが、スクリーニャ、島田、浅いバックラインですがボールは通りません。4番のファビオ・ガッロ、非常に中盤で攻守の切り替えの起点になる選手であります、この4番のファビオ・ガッロ。そしてディフェンスの中心アルベルト・マルシ、22歳、5番がソッティルです。そしてルイコスタ、大きなサイドチェンジ、この辺りの戦術眼といいましょうか、ルックアップも非常にいいですね、はい、いいですね、やっぱりそれもボールコントロールがしっかりしてるから何でもできるんですね、はい、そうですね。さあ8番のディマウロ、バティストゥータ、そして4番のガッロから右に送ります。メザノティ少しボール回しが早くなってましたね、そうですね、ルイコスタちょっと展開が早くなった、フィオレンティーナ、バティストゥータ、うわーすごい、バティゴール、29分、バティゴール炸裂、万博記念競技場にバティゴール炸裂であります。すごいヘディングです、文句なしですね、これもう。こ
ここでうまく、そうですね、ルイコスタ、はい、ルイコスタから、はい、もうドンピシャリですね、ドンピシャリですね。いやー、このルイコスタのセンタリングも見事ですよね、はいはい、うまく外の選手を使って、はい、あ、もうどうしようもないですね。すごいですね、はい、やはりもう世界のトップですね。やはりこのヘディングシュートです。フィオレンティーナ2対1、前半29分勝ち越し、ついに日本でバティゴール、このサークル系カップで見ることができました。さすがもう得点をですね、そうですね、セリエの得点を、はい、今シーズン26得点を挙げました。2位の同じアルゼンチンの、バルボがね22ですからね、はい、4点差をつけました、はい、アベルバルボに4点差をつけて見事にセリエ A の得点王に輝いたガブリエル・バティストゥータ、まあ、それからあの11試合連続ゴールというねセリエ A の新記録も達成しています、はい、あのバティゴールっていうのについて一つ聞きたいんだけど、あれ相手のゴールキーパーのすぐそばで思いっきり打つでしょ。キーパーがかわいそうだと思ったことないですか？ノーノー、そんなの全然思ったことない。Siento mucho placer. Sí, si no le pego al arquero es mejor, pero si le tengo que pegar a él para que la pelota entre no tengo problemas. Es mi trabajo. あのバティストゥータさんっていうと、あのセリエ A の試合をテレビで見てても、この間の静岡もそうだったんですけど、ディフェンダーにこう囲まれても、あの体が強いですよね。No pienso.Solamente entrenarse, porque si uno no está entrenado no puede hacer todas estas cosas. Ah, no, physical training es muy importante. Yo puedo tener incorporado el olor, el olfato de goleador, puedo llevar en la sangre el gol, pero con eso solo en el fútbol moderno no te alcanza, así que te tenés que entrenar. Nippon chimba, ¿no? なかなかこう得点をする選手が少なくて困ってるんですよ。Primero de todo, por suerte no hay goleadores en todo el mundo, hay pocos goleadores, por suerte para mí. Así consigo trabajo más fácil. その今バティが得点する前 2,3 分あたり、細谷さんおっしゃいました、展開早くなりましたよね。左右にもうボールが入ってついていけなかったですかね。ちょっとガンバがね、ボール前がもう完全に薄くなってましたね、はい、ちょっとあの汗が出てですね、この暑さに慣れてきたんでしょうかね。コンディションがだいぶ上がってきたみたいな感じですよね、はい、一人一人のキレが良くなってきましたね、気温が25度、おそらくグラウンドレベルもうちょっと高いと思いますけれども、さあセンターサークルの中でテレスコが縦に送りますが、スルーパス、バティストゥータには通りません。3番の和田、ボールをスクリーニャ、スクリーニャが組み立てセンター縦パス1本、山口通った、後ろ木場、ちょっとこれが合わない、惜しいですね。しかしボールはまだ近藤が持っている。さあ近藤切り込んでいった、近藤ゴール前、完全にチャンスでした。プロタソフか、プロタソフですね今。いやー、決定的でしたね。さあ今度はルイコスタ、また行きましたね、ルイコスタ。さあルイコスタ、ルイコスタ、これは通りません。先ほどのプレーですが、これは当たり損ないですね。そうですね、インサイドにピシッと当たれば文句なしでしたよね、キーパーも同サイドで飛んでましたからね、一生懸命逆サイドに戻ってたところですから。近藤が良かったですね、その前のね、近藤の今のドリブルはもう素晴らしかったですね。素晴らしかったですね、はい、近藤の切り込みからセンタリング、黒田が倒されました。6番のマルシ、ファールであります。近藤が倒されました。まあちょっと一時期膝の具合も良くないと言っていた近藤ですが、まあ今は完全復活、1週間後の J リーグ再開へ向けて調子が上がってきていると、そう言っていた近藤です。さあいい位置ですね、はい、33分になります前半。さあキッカーは北村、速いボールを入れてワンタッチでボールを狙うか。そういいですよ、いいですよ。島田のヘッドですが、ね、わずかに合わない。島田がゴール前、頭で合わせに行きました。この島田も高さはありますからね、今のでね、あの同サイドで勝負して、はい、島田が、競ってこぼれたところを次の選手というのがね、やはり今一番良かったと思いますね。そうですね、高橋さん、はいはいはい、ガンバサイド9番山口選手から平岡選手に変わります。試合前からちょっと足の調子がおかしいとは言ってたんですけれども、そうです。さあこれは危ないぞ、またルイコスタ、ルイコスタ、中央ゆっくりと見てバティスータに送った。バティちょっとトラップミスだが、打つか、左足右足、さあどうする、バティまだ持っている、
後ろから行ってガッロのシュートです。ファビオ・ガッロ、いやバティが4人5人に囲まれてどうするかと思ったんですが、ちょっと右の足首を押さえていますが、これもね決定的かと思いましたけどね。これ倒されましたね。大丈夫そうですね。どうやらねバティストゥータは。そして今この時間に平岡が入りました。まあ、山内の右足が大した、左足ですかね、大したことなければいいんですが、もうあれがありますからね、34分に山口から平岡に変わっていますこの選手です。まあ、しかしあの1週間後にはですね、マリノス戦が控えてるわけですから ね、 からね、無理しないですね、早く直さないとですね、まあ、磯貝に続いてこの山口が痛むということになりますと大変なことになりますからね、日本代表クラス磯貝、山口、この2人が欠けてはどうしようもありません。さあ右に送りましたメザノッティ、前にテレスコです、7番小柄なテレスコ、中央バティストゥータ、そしてジュンタ、これはちょっとヘッドのミス、タッチを割っています。11番のサルバトーレ・ジュンタ、ボールはルイコスタ、さあキープ力からルイコスタのセンタリング、バティストゥータ橋本が競っていましたがコーナーキックです。ディフェンダーに当たったようですね。そうみたいですね、しかしこれ一発のプレーですよね、これね。しかしこういういいボールも、ちょっとディフェンダーに当たったようですね。ルイコスタが一瞬相手のディフェンダーかわして、あの腰のキレね、ルイコスタっていうのはすごいですね、すごいですね、右左活動力もあります、センタリングもすごいですよね、さあコーナーキック、低いですね、低いですね